球は松本が入ってきました。おいいカッティングでしたね。小野寺、はい、星野がつきます。もうボール見てないですよね。もう、はい、で小野寺ここで、うん、リジェクト使って、うん、こう逆ついたっていうね。そうですね、はい、プレーです。ダーラム、小野寺のスリー、昨日はこの局面、小野寺のスリーポイント、今日は来ました。小野寺フェイクから中にアタック、ギャップ、スピードのギャップついてきましたね。そうですね、木山田。さあ小野寺キックアウト、松本レイ立ってますが、で太田がヘルプへ行く。小野寺、小野寺、オペラさんから小野寺レイプ。オペラさんと小野寺でしたね。ホテラブ出ます。小野寺選手も上手かったですよね。一回ねディフェンスを須山選手を飛ばしておいてね、はい、パスアンドランって言われるものなんですけどね、はい、フリッピン走ってきた小野寺、うまく通して最後は得点を決めていく。コーターもちょっと期待したいですね。この辺りは経験が豊富な選手でもあります。タフについたんですが決め切ります。はい、このボールかですね、クーリー3人行きました。小野寺中に入る、小野寺なんとダブルクラッチ、はい、ダムから小野寺、小野寺が中に入ってきてパス、クーリーに渡す、バスケットカウント、ね、やはりやっぱ運動量ありますよね、すぐさまスッと入ってきて、はい、まあ、クーリー選手ね、ダーラム、ダーラムが中に入ってさらにフリーを作りに行く、小野寺のスリーポイント、少しね、はい、やっぱいいですよね、はい、三つ原がピック。さあ小野寺が外から狙ってきた、今日2つ目です。いいですね、タグリューズね、はい、プレーにかかってますよね。小野寺がまた外からスリーポイント、はい、スリーポイント2本で、この辺りで今度は京都がどう修正を図ってくるかです。まあ、逆に琉球はこの第2クォーター、ダーラム、さらには小野寺のスリーポイント、アウトサイドからのシュートで、まあ、同点、さらには勝ち越しに成功しています。16対19。先ほどね、永吉選手がターンオーバーした、ここは力のミスマッチがある、コーナーに振って、本当に今日は涙と素早いドリブル、このシュートも決まります。いいですね、まあ、小野寺選手2本目ですかね。そしてこちら小野寺、おお、小野寺スリーポイントが落ちません。ナイスアスリーでしたよ、小野寺ショート選手、はい、名古屋にボールが移りましたが、小野寺にファウルがコールされていて、小野寺は個人ファウル3つ、ボールを奪った、おっと後ろからまた奪い返す、アグレッシブさが、あるようなそんな印象を設けますよね、はい、ここはうまい合わせです。いいですね、小野寺が決めます。そして今度は 2-3 と変化を見せます。こういうコーナーがあくと決めてくるのが琉球、ね、涙との力が勝ります。よく見ている、ここも好調です。仕事だけではありません、今日も好調だ小野寺翔太、ね、ここは小野寺です。小野寺のスリーポイント、いい、前節の名古屋戦もそうでしたが、気づいてるのかなっていうのは印象ですね。さあ今レフリーが、さあ小野寺のスリーポイント、連続得点、